ペッパとジョージがお買い物に来ました。ペッパとジョージはお買い物が大好きです。ジョージはカートに乗るのも大好きです。ペッパも大好きです。ダディ、私も一緒にカートに乗りたいな。ペッパはもう大きいから無理だよ。代わりにお買い物を手伝って。わーい、やった。今日買うものは全部で4つよ。トマト、スパゲッティ、玉ねぎ、それとフルーツだ。私全部見つけられる。こっちよ。ペッパとジョージはお買い物が大好き。ペッパ、まずはトマトを探して。見つけたよ、あそこにある。トマトはここにあるマミー。ペッパ、ありがとう。1、2、3、4。じゃあそれをカートに入れて。トマトあった。えらいぞペッパ。トマト、一つ目のお買い物は終わりだ。次は何だったかな。スパゲッティ。スパゲッティ。そうだねジョージ、でももう一度言ってごらん。スパゲッティ。スパゲッティ。スパゲッティはペッパとジョージの大好物です。さてスパゲッティはどこかな。あそこにあるよ、こっちよ。スパゲッティ、ほらマミー、スパゲッティがあった。よく見つけたわね。じゃあそれをカートに入れて。はいマミー。スパゲッティ。ジョージ、違うよ、スパゲッティだよ。ピーゲッキー。ペッパ、次に買うものは何。ポテトチップス。ポテトチップスは書いてないよ。ポテトチップスはお家にあるでしょ。もう一度当ててごらん。ダメだ、思い出せない。ジョージは覚えてる。ダイナソー。ダイナソー。ジョージ、ダイナソーはスーパーには売ってないのよ。違うよジョージ、次に買うものは玉ねぎだ。玉ねぎ、そうだった、思い出した、ここにあるよ。よくできました。1、2、3、4。玉ねぎ、よしいいぞ。あと少しでお買い物は終わりだな。残っているのは一つだけね。鉢植え書いてあったかな。違うよジョージ、もう一つのお買い物はフルーツだ。ああ、いいのよジョージ、あなたがフルーツを選んで。フルーツはどこかしら。あっちよ。リンゴ、オレンジ、バナナ、そしてとても大きなスイカが並んでいます。ジョージ、どのフルーツがいい。リンゴ、オレンジ、バナナ、スイカ。ここはレジです。ここでお金を払います。トマト、スパゲッティ、玉ねぎ、スイカ、チョコレートケーキ。チョコレートケーキ。チョコレートケーキ書いてあったかな。ペッパー、カートにチョコレートケーキを入れた。入れてないよ。ジョージ、カートにチョコレートケーキを入れたの？違う。マミーも入れてないわよ。じゃあ誰が入れたの？デザートにいいかなと思って。ダディったら。ダディ、いけないんだ。ごめんね。このケーキが美味しそうだったから。確かにとっても美味しそうね。じゃあここに書いてあったことにしましょう。チョコレートケーキ。やったー。今日はとってもいいお天気。ペッパとジョージはお庭でピクニックです。はい、オレンジジュースよダディ。なんて言うんだっけ。どうもありがとうペッパ。どういたしましてテディ。はい、オレンジジュースよミスターダイナソー。なんて言うんだっけ。ガウー。どういたしましてミスターダイナソー。テディとミスターダイナソーもクッキー食べる。お腹空いてないから、ペッパとジョージで全部食べていいよ。
ありがとう、テディ。今のは何の音でしょう。ペッパー、ジョージ、急いでお家に入りなさい。マミ、今の大きな音は何？雷の音よ。この音がしたら嵐が来てたくさん雨が降るの。早く雨が降る前にお家に入って。焦らなくて大丈夫だよ。雨雲はまだまだ遠い。空はどんどん暗くなっていきます。嵐がやってくるのです。ペッパー、ジョージ、お庭におもちゃを置いてこなかった？ダイナソー。よかった、ミスターダイナソーは大丈夫ね。テディ、テディをお庭に置いてきちゃった。雨で濡れちゃう。大丈夫だよペッパー、ダディが助けに行ってくる。じゃあ急いで、ダディピッグ、今にも雨が降り出しそう。嵐のことならよくわかってるよ。まだしばらくは降らない。ほら、やっぱりまだ当分雨は降らない。テディかわいそう、びしょびしょになっちゃった。ほんとかわいそうね。乾かしてあげましょう。テディかわいそう。もう大丈夫、乾いたわよ。あ、くし、ダディはかわいそうじゃないのか。すっかりびしょ濡れだよ。あら、ごめんなさい、ダディピッグ、すぐ乾かしてあげる。はい、いいわよ、ダディピック。すっかり乾いたわ。うん。お家の中にも雨が降ってる。床が濡れちゃうよ。大変。どうしましょう、ダディピック。心配ないよ。ダディピックは床にバケツを置きました。さすがね、ダディピック。朝飯前だよ。なんだ。急いで、その下にも何か入れ物を置きましょう。えらいぞペッパー。朝飯前だよ。マミ、今の雷すっごい音だった。二人とも怖がらなくても大丈夫だよ。光ってから音がするまで数を数えましょう。数がたくさんなほど雷が遠くへ行ってるってことだ。1、2、3。今のは3だ。1、2、3、4、5。今度は5だ。さっきより雷が遠くなった。嵐はもうおしまいね。やったー。嵐で庭には泥んこの水たまりができました。ペッパは泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。みんな泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。私、嵐って大好き。泥んこの水たまりができるんだもん。パシッ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 。博物館。ペッパたちは博物館にやってきました。ダディ、博物館って何？とっても古くて面白いものがたくさん並んでる場所だよ。ダディより古いの？ああ、ダディより古いものばかりだ。じゃあすっごく古いね。昔のキングとクイーンが使っていたものが見られるお部屋もあるのよ。キングとクイーンのお部屋見たい。他の部屋では本物のダイナソーも見られるぞ。わー、ダイナソーか。あら、マミピック。どうもミスラビット、チケットは何枚いるかしら？大人2枚に子供2枚。ダイナソーGo. それとダイナソー1枚。ペッパは昔のキングとクイーンのものが見たいようです。うわ、ダイナソー。でもジョージが見たいのは本物のダイナソー。
泣かないでジョージ、すぐにダイナソーを見られるわよ。ペッパー、ここにあるのはみんな昔のクイーンが使っていたものよ。これはクイーンの特別な椅子、玉座って呼ばれているのよ。とっても綺麗だね。これはクイーンのドレス、すっごく素敵だね。ほら見てペッパ、これはクイーンの黄金の王冠よ。わあ、とってもキラキラしてる。マミ、クイーンのテレビはどこにあるの？昔テレビはなかったのよ。テレビなかったの？でもコンピューターはあったんでしょ？ないわよ、昔はコンピューターもなかったの。じゃあみんなは何をしてたの？マミ、もし私がクイーンだったら好きなだけケーキを食べられるんだよね。ペッパは想像してみました。うん、美味しかった。他に何かいりますか、クイーンペッパ？そうね、ケーキのおかわりを。はい、ただいま。さあ、ほら行くぞ。ちょっと待って。ダディ、私はクイーンよ。お辞儀をしてからお話ししてね。ああ、これは失礼いたしました、クイーン。何をしてる人？あなたのダディです。ふん、それ面白そうね。はい、とっても面白いですよ。で、この部屋は何？ここはなんとダイナソーの部屋だよ。ダイナソーの部屋？ジョージ、ダイナソーの部屋だって。ダイナソー、ダイナソーはどこにいるの？この部屋のどこかにいるよ。見えないみたい。すっごくちっちゃいのかな。それがね、ペッパー、ものすごく大きいんだ。うわぁ、すごいだろう。これは本物のダイナソーの骨なんだよ。ダイナソーガー。ジョージはダイナソーになった自分を想像しました。ガーガーキャー。ダイナソーが来る、助けて助けて。ガーガーガー。このダイナソーのお部屋はジョージの一番のお気に入りね。私のお気に入りはキングとクイーンのお部屋だよ。どうやらダディピッグもお気に入りのお部屋を見つけたみたいよ。それってどんなお部屋なの？ケーキが食べられるお部屋よ。ダディピッグのお気に入りは館内にあるカフェです。ほら、座って。ほんとだね、とっても素敵なお部屋。ダディ、写真を飾る。マミーピッグが持っているのはペッパとジョージの写真。新しく撮った写真を壁に飾りましょう。ああ、任せて。ダディは DIY の名人なんだぞ。本当に頼んで大丈夫？もちろん、壁に釘を打って写真をかけるだけだろ。お願いね。グランマたちの家に行ってくるから、あとはよろしく。それと散らかさないでね。任せて。じゃあね、行ってらっしゃい。タジ、私たちもお手伝いしていい？じゃあよく見てて、どうやるのか覚えるんだよ。まずはメジャーを取り出す。それと鉛筆。よし、ここに釘を打つとしよう。壁を壊さないでね。今度はハンマーと釘を取り出す。危ないからそこで名人の技を見ていなさい。ダディピッグが壁に釘を打ち込みます。壁を壊さないでね。壊すわけないだろう。簡単簡単。おっと、ひびが入っちゃったぞ。壁に大きなひびが入ってしまいました。もうダディ、壁を壊しちゃったじゃない。これくらいわからないよ、写真を飾っちゃえば。ほらね。でもひびが見えてるよダディ。そうだな、
一旦釘を抜いてひびを直そう。散らかしちゃダメだよダディ。大丈夫だよペッパー。すぐ抜けるから。うわもうダディ本当に首を壊しちゃったじゃない。マミーに分かっちゃうよね。きっと分かっちゃうだろうね。ジョージ早く。何をしに行ったんだろう。ダディここから見えるよ。マミーピッグが帰ってくる前に壁を直さないと。レンガを取って。まずはレンガで壁の穴を塞ぎます。よし。次にレンガをセメントで固めます。簡単簡単。そしてペンキを塗ります。元通りだ。完成です。やった。でもお家の中は散らかり放題。これはまずいぞ。もうすぐマミーが帰ってくるのに。まずはペッパとジョージをきれいにします。ペッパが掃除機をかけて、ダディピッグは道具をお片付け。マミー。マミーが帰ってきました。マミー帰ってきちゃった。よし何にもなかったふりをして。ただいま。おかえり。何をしていたの。別に何も。確かに何もしてなかったみたいね。写真を飾るんじゃなかったの。ダディピッグは写真を飾るのをすっかり忘れていました。いいわ、マミーは名人じゃないけどこれくらいなら簡単。できた。確かに簡単そうだな。ダディがやった時は大変だったのにね。しっ、ペッパー、それは内緒だ。人形劇。今日はアンクルピッグとアンティーピッグ、いとこのクロエの家に行きます。きっと今日もアンクルピッグはランチを食べた後に居眠りするんだろうな。ダディピッグ、自分のお兄さんをそんな風に言わないの。それに子供たちの前よ。本当のことだろ。アンクルピッグはいつもランチを食べ過ぎて居眠りするんだ。こんな風にいびきをかいてね。なあペッパー、ジョージ、今ダディが言ったことは内緒だぞ。はい、ダディ。アンクルピッグとアンティピッグの家に着きました。アンティピッグ、アンクルピッグ、いらっしゃい。みんなよく来たね。やあ、元気かい兄さん。アンクルピッグはダディピッグのお兄さんで、クロエはペッパとジョージのいとこです。こんにちは、クロエ。こんにちは、ペッパにジョージ。見せたいものがあるんだ。待って待って。見て、これ人形劇のステージよ。うちのパパが作ってくれたの。わあ。お人形は私が作ったの。このお人形はクロエよ。こんにちは、私はクロエピック。で、こっちは私のパパ、アンクルピック。やあペッパ、私はアンクルピックだ。クロエ、私たちもお人形さんを作ってもいい？いいよ。クロエが人形に目を描きます。お口描きたい。どうぞ。私はペッパよ。ジョージ、あなたはどんなお人形を作りたいの？ダイナソー。え？ダイナソー？ジョージはね、いつでも何でもダイナソーっていうの。わかった。怖いダイナソーを作るね。クロエがダイナソーの人形を作ります。歯はトゲトゲよね。できた。怖いダイナソーだよ。ガウ。みんな、ランチよ。今行く。ランチの後に人形劇をやろう。わーい。
アンティーピックがスパゲティを作ってくれました。このスパゲティ本当に美味しいな。最高のスパゲティだな。二人とも同じこと言ってる。やっぱり兄弟よね。それ似てるってこと？全然似てなんかいない。これからペッパとジョージと一緒に人形劇をやるのよ。あら素敵。用意できたら呼んでね。後でね。人形劇か、楽しそうだね。おかわりする時間があるといいんだけど。おかわりはまだあるかな。人形劇の始まりです。こんにちは、私はクロエ。私はペッパよ。ガーキャー、ダイナソーよ。怖いダイナソーよ。キャーガー。あらまあ、とっても上手ね。ブラーボー。私はアンクルピックだ。こんにちは、アンクルピック。いや、ペッパ、ほうほうほう。あなたにそっくりね。私のお腹あんなに大きくないぞ。ほうほう、うまいランチだったな。アンクルピック、これから居眠りをするんでしょ。それでいびきをかくんだよね。どういう意味だい？ダディが言ってたの。アンクルピックはいつもこんな風にいびきをかくって。ほうほう、あ、その通り。いつもこうなんだよ。もうダディピッグ、あなたがあんなこと言うからよ。ダディピッグもアンクルピッグも聞いてないみたい。ダディピッグとアンクルピッグは居眠り中。本当によく似てること。ん？どうなった？ん？人形劇はいつになったら始まるんだ？ソーパーティー。ペッパとジョージが仮装パーティーを開きます。お友達も呼んでいます。ペッパは妖精のプリンセスに、ジョージはダイナソーに仮装します。ダイナソー。ペッパの友達、猫のキャンディー、羊のスージー、犬のダニー、ウサギのレベッカとポニーのペドロです。ね、スージーは看護師さんに仮装しています。やあスージー。ねえ、こんにちは。ダディピック、看護師さんがいてくれて助かった。病院から来たんだろ。私本物じゃないの。真似をしてるだけ。そうなのか。おやおや、君たちは誰だい？僕は海賊だよ。こりゃたまげだ。にゃお。私は魔女よ。みんなをカエルに変えちゃうんだから。ねえ、僕はピエロ。面白いピエロだ。で、君は何かな、レベッカ？私は人参。素晴らしいね。さあ入って、妖精のプリンセスとダイナソーがお待ちかねだよ。みんないらっしゃい。こんにちは、ペッパ。こんにちは、スージ。私はプリンセスのペッパよ。お辞儀をしてからお話ししてね。こんにちは、プリンセス。ね。私は看護師のスージ。では、お口を大きく開けて。あー。あー。ねえ。僕はピエロ。じゃあ、面白いことして。レベッカ、なんで人参の格好してるの？人参好きだから。ダイナソー。は、怖い怖い、ダイナソーだ。ペッパは鏡を見つめています。鏡よ鏡よ鏡さん、一番美しいのは誰？あなたよ、ペッパ。にゃお。こんにちは、ペッパ。こんにちは、私は妖精のプリンセスよ。私は魔女よ。にゃお。私魔法の杖を持ってるの。私も魔法の杖を持ってる。あなたをカエルに変えちゃうよ。私があなたをカエルに変えちゃうの。ダイナソー。おやおや、ジョージは自分の姿に驚いたようです。もうジョージったら、鏡に自分が映っただけよ。それじゃみんな、今日は誰の仮装が一番良かったか決めるわよ。審査員は誰かな？私です。今日はペッパのパーティーだから、審査員はペッパにやってもらおう。やった、
私が審査員。ダディ、審査員って何？誰の仮装が一番良かったか決める人だよ。わあ、すごい。ペッパは誰が一番良かったか考えます。スージー、あなたの格好もっとよく見せて。ねえ。私は看護師のスージー。みんなの病気を治すの。とっても素敵よ、スージー。次はダニー。僕は海賊。こりゃあたまげた。次はキャンディ。にゃお。私は魔女。あなたをカエルに変えちゃうわよ。私は妖精のプリンセス。あなたをカエルに変えちゃうよ。ほら、よしなさい。ごめんなさい、マミ。次は誰？僕はピエロ。面白いピエロ。次はレベッカ。私は人参。かわいいね。それから弟のジョージ。怖いダイナソーなんだよね。かわいい。みんなとってもいいと思います。やったー。じゃあ誰が一番か発表して。わかった。えへん。一番良かった人は私。ペッパ、審査員は自分のことは選べないのよ。え、そうなの？もう一度誰が一番か選んで。わかった。一番は人参さん。おめでとう。ありがとう。ありがとう。ペッパは仮装パーティーが大好き。みんな仮装パーティーが大好きです。たまり。今日は雨。ペッパとジョージは外で遊べません。ダディ、雨が止んだよ。お外で遊んでもいい？いいよ。二人で行っておいで。ペッパはドロンコの水たまりが大好き。ドロンコの水たまり大好き。ペッパー、水たまりで遊ぶなら長靴を履きなさい。ごめんなさい。ジョージもドロンコの水たまりが大好き。ジョージ、水たまりで遊ぶなら長靴を履きなさい。ペッパは弟の面倒を見るのが好きです。ジョージ、他の水たまりを探しに行こう。ペッパとジョージは大はしゃぎ。ペッパは小さい水たまりへ。ジョージは大きい水たまりへ。見てジョージ、とっても大きな水たまりがある。ジョージはペッパより先に飛び込もうとします。待ってジョージ、危なくないか確かめるから。オッケー、入っても大丈夫ね。ごめんねジョージ、でもただのドロンコだよ。ペッパとジョージはドロンコの水たまりが大好き。ねえジョージ、お家に戻ってダディに見せよう。こりゃびっくりだ。ダディダディ、私たち何してたと思う？さあ、なんだろう。テレビを見ていたのかな？違うよダディ。お風呂に入ってきたのかな？違う違う。わかったぞ。ドロンコの水たまりに飛び込んだんだな。そうやダディ、ドロンコの水たまりに飛び込んだの。そうか、二人とも泥だらけだ。あ、大丈夫だよ、ただのドロンコだ。マミーに見つかる前に綺麗にしておこうね。
ダディ、ちゃんときれいにしたらダディとマミーも一緒に遊んでくれる？ああ、一緒にお庭で遊ぼう。ペッパとジョージは長靴を履いています。マミーとダディも長靴を履いています。ペッパは泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。みんな泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。あら、ダディったら泥だらけになっちゃった。ただん泥んこだよ。お留守番。マミーピックとダディーピックがお出かけするので、グランマたちがお世話をしに来てくれました。グランマピック、グランパピック、グランマ、グランパ、二人ともこんばんは。おお、来たぞ。ペッパ、ジョージ、ほら、ベッドに入りなさい。おやすみ、ペッパにジョージ。おやすみなさい、よく寝てね。おやすみなさい、マミー。おやすみなさい、ダディ。なんて可愛らしいんでしょう。いい？すぐに眠るのよ。はい、マミー。本当にいい子たちだこと。マミーピックとダディピックが出かけて行きました。ペッパとジョージは本当にいい子たちね。マミーピッグに言われた通りすぐすやすや寝てくれて。今夜の留守番は楽そうだ。ジョージ、ジョージ、ねえ、起きてる？一体何の音でしょう。ちょっと様子を見に行った方が良さそうだな。ペッパ、ジョージ、起きてるの？あら、まあ驚いた。もう寝てたのね。そうか、それならさっきの音はペッパとジョージじゃなかったようだな。何の音もしないわね。今度こそ本当に眠ったんじゃないのか。さあ、テレビでも見るとしよう。ガーデニングアワー、今日はバラについて特集します。おお、私の好きなガーデニング番組だ。このキフツゲートは特にトゲの多いバラです。剪定するときはまず花首をカットしてから伸びてきた新しい枝を切り落とします。グランマピック、ペッパ、ジョージ、もう寝てなきゃいけない時間でしょ。ジョージも私も眠くないの。一緒にテレビ見てもいい？そうね、少しテレビを見ていたら眠くなるかもしれないわね。やったアイスランディックローズは目利きの園芸家たちに好まれる通好みのバラですが、温暖な気候ではしおれてしまいます。はあ、このテレビ全然面白くない。グランパピック、ねえねえ、あれやって。私を放り投げてキャッチするの。ああ、いいぞ。だが一回ずつだけだぞ。そうね。いや、ずいぶんと重くなったもんだ。いや、次はジョージの番だ。そうね。次は私。そうね。もっと高く。グランパピッグ疲れちゃったみたいよ。わかった。じゃあグランマピッグ鬼ごっこしよう。あはい、鬼捕まえてごらん。捕まえないよ。ほんま捕まえちゃうわよ。マミーピックとダディーピックが帰ってきました。二
人ともちゃんと寝てるかしら。ただいま。誰もいないのかい？子供たちもよく寝てるけど、グランパたちもぐっすりだ。マミーピックのお誕生日。今日はマミーピックのお誕生日。ダディがマミーの朝ごはんを運んできました。誕生日おめでとう、マミーピック。ペッパとジョージはマミーにバースデーカードを書きました。お誕生日おめでとう、マミー。まあ、なんて素敵なお誕生日のサプライズなの。もっとサプライズが待ってるぞ。まずは朝ごはんを楽しんで。じゃあごゆっくり。おいしそう。急ごう、まだやることがいっぱいあるんだ。ダディがマミーのために作ったバースデーケーキです。あとはキャンドルを立てるだけだ。ワン、ツー。ごちそうさま。マミーピックは朝ごはんを食べ終わりました。マミーが来ちゃうよ。困ったな、まだ用意できてない。どちら様。マミーよ、入ってもいい？ダメダメ。内緒で何かやってるみたいね。いや別に何もやってないよ。でも入ってこないで。わかりました。マミーピッグ、リビングでのんびり休んだらどうだい。それは良さそうね。今日はお誕生日なんだから。大丈夫よペッパ、リビングの場所ならわかってるから。はい、雑誌を読んでてね。ありがとうペッパ。あと素敵な音楽も。ありがとうペッパ。マミーの年と同じ数のキャンドルを立てないとな。ワン、ツー、スリー。困ったな、キャンドルが全然足りないぞ。ダディ、マミーって何歳なの？こっそり教えてあげよう。うわ、そうなの？まあ、キャンドルは3本だけで大丈夫だろ。マミーピックのバースデーケーキも完成です。やったあとはリビングの飾り付けをしないとな。もう、マミー楽しい？ああ、それがね、のんびりするのも飽きちゃって。それじゃあ、お庭をちょっとお散歩してきたらどうかな。お散歩しなきゃダメ？ダメ。じゃあね、マミー、お散歩楽しんできて。いいよって言うまで戻ってこないでね。誕生日って大変なのよね。ダディ、ペッパ、ジョージがリビングを飾りつけます。うわ楽しいね。グランマピックとグランパピックがお祝いにやってきました。お誕生日おめでとう、マミーピッグ。中に入らないの？入れないんです、ペッパたちが私に内緒で何か用意してくれてるの。まあ楽しみね。それじゃあ後で。はい。マミ、もう家の中に入りたい？入りたいわ。じゃあ目をつぶって。まだ開けちゃダメだからね。ワン、ツー、スリー。さあ目を開けて。お誕生日おめでとう、マミーピック。なんて素敵なサプライズなの。さあキャンドルを吹き消して願い事をしてね。マミーマミー、プレゼント開けて。ねえ、なんだと思う？さあ何かしら。早く開けてみて。まあなんて素敵なワンピース。とっても綺麗だよ、マミー。それを着ていく場所も用意してあるよ。これは何？お芝居のチケットだよ、今夜の。ありがとう。マミーピックはお芝居が大好きなのです。子供たちはグランマとわしが見てるから安心して行っておいで。うわーい。ほんと最高のお誕生日。私は世界で一番ハッピーなマミーだわ。それに世界一綺麗だ。雪。ペッパとジョージはとてもワクワクしています。雪が降っているのです。マミー、
雪で遊んできてもいい？いいわよ。でもお外はとっても寒いから、あったかい格好をしてね。やったー。帽子とマフラーと手袋も忘れずにつけていくんだよ。外はとっても寒いので、ペッパたちはしっかりと帽子、マフラー、手袋をつけます。いくよ、ジョージ。ペッパとジョージが雪に足跡をつけていきます。ペッパとジョージは雪に足跡をつけるのが大好き。おやおや。面白くないでしょ。ジョージ、雪合戦しようよ。雪を丸めてボールにします。ペッパとジョージは雪遊びを楽しんでいます。待って、逃がさないわよ、こぶたちゃん。わおやおや、ちょっとやりすぎてしまったようです。ごめんね、ジョージ。ジョージ、雪だるまを作ろうよ。ペッパとジョージは雪だるまを作っています。まずは体から。ジョージ、これが雪だるまの体ね。次に頭を作ります。あとは腕と目とお口ね。ジョージは小枝を拾ってきて腕をつけました。ペッパは石を拾ってきて目と口をつけます。お顔ができたよ。あとは鼻もつけないとね。ペッパが持ってきたのは人参。雪だるまの鼻になりました。雪だるまも嬉しそうです。でもちょっと寒そうかも。雪だるまさんもあったかい格好をしないとね。ジョージが雪だるまに着せるものを見つけてきました。雪だるまは帽子とマフラー、手袋をつけました。マミー、ダディ、ほら見て。マミーも帽子とマフラー、手袋をつけています。まあ、こんな素敵な雪だるま、初めて見たわ。ダディピッグは寒そうです。帽子もマフラーも手袋もつけていません。ダディ、ね、どうして帽子もマフラーも手袋もつけてないの？全部どこかに行っちゃったんだ。探しても見つからない。ダディの帽子とマフラーと手袋ならここよ。ダディの帽子とマフラーと手袋は雪だるまがつけています。なんと。パンケーキ。ティータイム。マミーピッグから嬉しいサプライズです。今日はパンケーキを作るわね。パンケーキか、おいしいんだよな。パンケーキ大好き。みんなパンケーキが大好きです。パンケーキをひっくり返すのは得意なんだ、任せておいて。本当に大丈夫？この前はパンケーキを床に落としてイライラしてたけど。イライラなんかしてないよ、フライパンの調子が悪かったんだ。マミ、パンケーキ作るのお手伝いしてもいい？それじゃあ一緒に生地を作りましょう。
まずボウルに小麦粉を入れるわね。次に卵、牛乳を入れてよくかき混ぜるの。マミ、かき混ぜていい？ええ、いいわよ、ペッパ。ペッパはかき混ぜるのが大好き。ジョージもかき混ぜたいようです。ジョージ、こうやるのよ。はい、それぐらいでいいわよ。マミーがパンケーキを焼くから座って待っててね。マミーピッグがパンケーキをひっくり返します。すごい。もっと高く放り上げなきゃ。じゃあ自分の分を焼くときにやってみせて、ダディピッグ。1枚目はジョージの分。マミーピッグがパンケーキにシロップをかけます。おいしいね。これはペッパの分です。すごい。もうちょっと高く放り上げないと。だったら自分の分を焼くときにやってみせてちょうだい、ダディピッグ。シロップかけて。うん、おいしい。これはマミーピッグの分。すごい。まだまだ、もうちょっと高く放り上げなきゃ。次はダディピッグの分だから、どうやればいいのかやってみせてちょうだい。とってもおいしい。みんなよく見てろよ。パンケーキをひっくり返すときは高く放り上げるのがコツだ。1、2の3、それ。ダディったら。ああ、ちょっと高すぎたみたいだね。あら、まあ大変。最後のパンケーキだったのに。取ればいいんだろ、取れば。おやおや、パンケーキに手が届きません。大丈夫よ、ダディピッグ。私たちが取ってあげる。さあ、2階に行きましょう。こっちよ。一体何をするつもりなのでしょう。じゃあいい？1、2の3でみんな一緒に飛び跳ねるわよ。1、2の3、ジャンプ。何をやってるんだろう。大成功。パンケーキが落ちてきました。ダディの顔になってるよ。ダディピッグ、シロップかける。ああ、頼むよ。1、2の3、それ。これは美味しいね。ペッパは家族とキャンプに来ました。キャンプが大好きなんだ。さあ、着いたよ。ペッパ、ジョージ、ダディが小さい頃から使ってるテントだよ。ダディ、どうやったらこれがテントになるの？大丈夫だよ、ペッパ。ダディはキャンプのプロだからね。じゃあマミ、テントをポールの上にかけて。ほら、できた。簡単だろ。あれ、この金具はどうするの？ああ、そうだった。これを刺すのを忘れていたよ。この金具でテントを支えるのです。できた。このテントちょっと小さいね。子供の頃は大きいと思ってたけど、今見るとちょっと小さいみたいだな。それはダディがとっても大きくなったからよ。特にお腹が大きくなっちゃったもんね。そういえばお腹が空いたな。夕ご飯を作ろう。作ろう作ろう。まずは火を起こすための小枝を集めよう。わーい。ペッパとジョージはキャンプファイヤーに使う小枝を集めます。ジョージ、私が小枝を拾うから運んでね。
これで集めるの楽しい。よし、もう十分だ。完璧なキャンプファイヤーになるぞ。火をつけよう。はい、マッチよ。マッチは使わないんだよ。ダディ、マッチを使わないで火をつけるの？昔ながらのやり方で火を起こすんだ。こうやって2本の枝をこすり合わせる。ダディピックは2本の枝をこすり合わせて火を起こそうとしています。まだつかないの？もうちょっとだよ。ついた。簡単だろ。それじゃあトマトスープを温めましょう。ああ、ほら自然の音が聞こえるよ。これ何の音？これはコオロギが鳴いている音だよ。今の何？今のはフクロウよ。ほら、あそこにいる。うわあ。じゃあ今のは何の音？さあ、マミもわからない。ダディのお腹の音だ。これこそ最高の自然の音だよ。この音が鳴ったらご飯の時間ってこと。トマトスープ大好き。ダディもだよ。それもダディにとっては最高の自然の音ね。え、何？さあ、二人ともテントに入って寝る時間よ。でもみんなは入れない。テントが小さすぎるもん。大丈夫だよ。入ってごらん。マミ、もうちょっと詰めて。ダディ、大きすぎて入れないよ。大丈夫。ダディは外で寝るよ。おやすみなさい、ダディ。おやすみなさい。おやすみ。ああ、みんなおやすみ。マミーとペッパとジョージはテントの中で眠り、ダディは星の下で眠りました。ああ、キャンプは最高だ。輝く星を見ながら外で眠れるなんて。やっぱり外で寝るのは良くないかもな。朝になりました。ダディ、テントの中は居心地が良かったよ。あれ、ダディがいない。ダディがいません。かわいそうにダディ、雨に濡れて寒かったでしょうね。どこ行っちゃったのかしら。何の音かしら。これダディのいびきみたい。ダディ起きて。なんだ。ダディ寒くなかった？ああ寒くなかったよ。ダディはキャンプのプロだからね。車で寝たんだ。もうダディったら。やっぱりキャンプは最高だ。ランチ。今日はグランマとグランパのお家でランチです。グランマピック、グランパ。二人ともよく来たわね。お昼に食べるお野菜を畑から取ってきてくれる？はい、任せて。グランパピック、グランパ。やあ、ペッパリジョージ。ここはグランパの畑。ここでグランパは野菜を育てています。ガオー。それは何だい？ダイナソー。ダイナソーか。じゃあランチに食べる野菜を選ぼう。ペッパ、トマトは好きかな？好きだよ、グランパ。ジョージ、トマトは好きかな？嫌い。ジョージはトマトが好きじゃないのよ。おやおや。二人ともレタスは好きかな？好きだよ、グランパ。嫌い。ジョージはレタスが好きじゃないの。おやおや。ジョージが好きなものもきっとあるよ。キュウリは好きかな？嫌い。ジョージはキュウリが嫌いで、レタスが嫌いで、トマトも嫌いなのです。じゃあジョージ、好きな野菜を言ってごらん。チョコレートケーキ。もうジョージったら、チョコレートケーキは野菜じゃないよ。おいしいサラダにすればきっとジョージも野菜を食べられるよ。
まあ、トマトもレタスもキュウリも新鮮で美味しそう。まずは洗いましょう。ペッパとジョージも野菜を洗うのをお手伝い。もう綺麗になったわね。グランマがトマトとレタスとキュウリをサラダにしてくれました。さあグランパ、みんなを呼んで食べましょう。できたぞ。ランチはグランマが焼いたピザです。サラダも食べてね。グランパが作ったトマトとレタスとキュウリよ。よし、みんな食べよう。ジョージはピザを食べました。でもジョージはトマトもレタスもキュウリも嫌いです。あらま、ジョージ、サラダは好きじゃないの？嫌い。ジョージ、ちょっとだけこのトマトを食べてごらんなさい。やだ。ジョージ、このキュウリはね、グランパがお庭の畑で育てたのよ。レタスはどうかな、ジョージ。おいしいよ。おお、泣かなくていいよ、ジョージ。ほら、見てごらん。ダイナソーの完成だ。ダイナソー。ジョージはダイナソーが大好きです。ジョージがトマトやレタス、キュウリを食べています。すごいじゃない、ジョージ。ジョージ、もっとサラダ食べる？いっぱい。ジョージ、もうお腹はいっぱいかな？トマトもレタスもキュウリもいらない？ジョージはもうお腹がいっぱいのようです。ジョージ、もうお腹いっぱいで何もいらないのね？ジョージはもう何もいらないようです。あらま、じゃあジョージはこのチョコレートケーキもいらないの？チョコレートケーキ。驚いた。ジョージはまたお腹が空いたみたいだぞ。今日はお日様がキラキラ。ペッパたちはピクニックに出かけるようです。ダディピックがバスケットを持ってきました。ブランケットにパンとチーズ、トマトにレモネード、他に何か忘れてないかな？マミーのストロベリーケーキ。わざと言わなかったんだ。マミーの手作りストロベリーケーキも入ってるよ。準備はいいかな？オッケー。じゃあ出発。よし、ここならピクニックにぴったりだ。わーい。あー、外は気持ちがいいな。運動のために少し走らないか？ランチを食べたらお昼寝したいの。走りに行くのはやめておくわ。ダディは走ってきた方がいいよ。お腹が大きいんだもん。そんなに大きくないよ。でも後で運動するよ。ダディ一人でもね。食べましょう。それがいいね、マミーピッグ。お腹がペコペコだ。うまいな。はあ、なんだか眠くなっちゃったよ。ダディピッグ、走りに行くんじゃなかったの？あとでね。見て、おうちにアヒルさんがいる。マミー、アヒルさんに餌をあげていい？ええ、残ったパンをあげるといいわ。ペッパとジョージはアヒルにパンをあげるのが大好き。マミー、アヒルさんがもっと欲しいって。パンはもう残ってないの。もうたくさんあげたでしょ。ごめんね、アヒルさん。もうパンはおしまい。アヒルはまだ食べたいようです。ダディピッグは運動しそうにないわね。なんだ？おねだりに来たの？
もうパンはないわ。ペッパが言ったでしょ。マミ、でもストロベリーケーキがあるよ。それじゃあ、もしケーキが余ったらアヒルさんにあげましょう。みんなマミーピックのストロベリーケーキが大好きです。あ、ハチよ。ハチって大嫌い。シッシ、大げさだな。マミーピックはちっちゃいハチじゃないか。ハチって、じっとしてマミーピック。そうすれば飛んでいく。ほら、言った通りだろ。じっとしてればいいんだよ。なんだ、あっち行け。来るな。ああ、助けて。ああ、来るなって。ついてくるなよ。ダディ、ハチに刺されないといいけど。あっち行けって、しつこいハチめ。大丈夫、あれだけ速く走ればハチは追いつけないわよ。ハチが戻ってくる前にケーキ食べちゃおうよ。どうしよう、アヒルさんの分がなくなっちゃった。もうついてこないだろ。あら、まあ、あなたさっき後で走るって言ってたけど、本当に走るとは思わなかったわ。よかったよ、これでようやくストロベリーケーキを食べられる。待って、ダディ、残りをアヒルさんにあげる約束なの。ああ、よかったね、アヒルさん。ダディにありがとうって言ってね。どういたしまして。そろそろ帰るわよ。アヒルさんにバイバイは。バイバイ、アヒルさん。じゃあまた来るね。